さて、黄色のエリアなんですね。え？あれが手に入るの？黄色を熱する。力を得る。とりあえず説明としては異常な感じ。まず、ここはなんかはめ込むんだろう。もしくは、せり上がる。スタートはどこ？スタートはこれ？黄色を入れて、この辺の動きを見た方がいいのかな。黄色を、いや、入れることで扉が閉まる閉まるって言ってるのかしら。やってみる？はっちゃんは、朗報入らないといけない。3箇所に入れればいいんだけど、一つ光ってないんだよな。先にこっち側？これは何なんだろう？見えない。こうすると、これは入らないと、うん、なんか今怯えてた。これはなんか意味が、パワーが宿ってるよねっていうだけのことなのかしら。この子たちなんかこんな稲妻を出すような子たちでしたっけ。この扉を2つあると開く。ああ、これは右に行っちゃうね。左の扉はここではない。ここも違う。もうサイドの扉を開けるのは今ではない。この黒い子をなんか戻してあげないといけなさそうだよね。電気をもう一回送ってあげないといけないんだろうけど、それは一体どうやるんだろう。これはここまでしか通らない。もう一つ、でもこれだとあそこが閉じるんだ。あそこが閉じるとどこが閉じた？どこも閉じてない。これで打ち、これの意味わからん。これが降りると真ん中にパワーが入るので、黒いやつが黄色く復活するのかな。このエリアでもこれ以上できんな。そうなのか、そうなのか。黄色いもの、電気のパワーで黄色くなりますよ。うん。だけど今2つのやりくりでいけるような場所が
そこの光は維持するの？そこの光は維持するの？よくわかんないな。これは一旦光が入ったら、なんかその状態は維持してはくれるみたい。これでここに宿ったよ。真ん中置いとこうかな。黒すぎてね、あるかどうかがわかんないんだけど。ビンビン言ってて、閉じた場所に対するアクションはできるわけではない。で、これが来たとこで、これが行って、こうなって、なんかすげえピースが出てきたな。この辺りのパーツがあれば、さっきの赤いステージ、行ける可能性ある？ここも、パワーを押した二つ。真ん中で何をしたいんだろう。もっともう一回。その形に出っ張ると。そんで、回路がオンになったり、オフになったりしてくれるの？そこの回路って、あ、繋がってないよね。今度はこれをここに持ってくるんだけど、これ持ってきて光らしたいんだろうけど、ここに光パワーを持っていくには、こことこっちだね、この2箇所であそこにパワーが走るためには、これが出っ張らないといけないので、このパーツを持っていく。なるほどね。そうするとここの剣は OK で、そこに光が宿って、かつここの光が宿ると上に行くので、そことここをつなげるものを入れると、あそこが宿らない、宿らない。あんなところに入れらんないよね。登るのか。はあ、これ面白いね。これがいらなくなって、上も光った。なので、上も光って、そこも光って、ここが通らないのはなんでだ？これが出してないのはなんで？これがはまってる、あ、ん？で、向こうに電気を送る。面白いね。こういう部屋に住みたかった。どういうこと？住みたいんですよ。で、次はここですね。このパーツを使います。電気2つあって、まずは左から電気を通しました。
で、あそこをつけたいので、上に電気を送ります。上に電気を送る階段がこれで、引けるよね。よくできてんなぁ。ここに入れて、かつ、それぞれを出っ張らせる形にしたいから、これでいいのかな。そこが、まず電気が本になる。そうすると、上のやつはいらないので、取ってよくて。次に、一個手前のところに必要っぽいのかな？かな？ここと、ここかな？そうすると、電気が今うまくいってないね。ここが出っ張ればいいので、これか？あそこまで行ってくれれば保存されるので、外してよくて、回収。ここじゃなかったかもしれない。めちゃくちゃ電気入れる場所ある。どこだ？これ OK。 これ OK。 この子が本になるにはこれとこれで、あそこ OK。 で、あれがオンになるにはそれとこれなんだけど、つながらないので、あそこ出っ張らせたいのです。これじゃない？これなんだ。OK。次に、あそこの電気と、そこの電気を通す。だから、あそこにはめないといけない。あそこにはめる足場がこれっぽい。どっちだ？これもいらない。次どこだろうね。これ外すと、通らない。なんでだ？これが通ってない。これが通ってない。まあいいか。ここが行って、これが来て、ここだよね。そこがはまるような。入ってて、外した時に電気がいかないのが嫌だな。外した時に電流は流れないです。そういう場合はどうすればいいんだ？あ、行ってる。行ってるので、上に電気を流したい。だから、あそこを出っ張らせればよくて、そこ流れて、あそこから、あそこに電気だから、持ってってあげて、あとは最終的にここが出っ張ればいいので、なん
だかわからないけどできたというの感じですね、ここは。最後の壁かな。あ、俺スキャンするの忘れたかな。この辺のピースを使ってあそこの謎解きたいんだけど、なんかな、これだよっていうパーツこんのよ。このパーツいいね。良さそうな雰囲気があるので真ん中あたりに置いとこうかな。消えないでね。ここが、どこからスタートだ。これがラストで、どこまで登れるんだ。これが階段で使えます。あそこどうやって行くの。そこ入った。次に行きたいのは、これ？で、外して。そことつなげるやつだから、これでいいのかな？ここまで来て、下がセーブされる。下がセーブされると、そことつながるのはそこなので、上の一つ前のところに入れてあげたい。どこやろ、わかんない。あれは使わなくていいからこれ取っていいね。多分この辺なんだろうけど、外して音符をすると治ったりするよね。でんでんでんで、あの電気がこっちに出てほしいんだが、出ない。あった。この辺よくわかんないですね。で、ここまで来たので、電球で、最後にその壁をせり上がらせると、なるほど。じゃなくて、どれだ？これか。
ここで行くと。なんかの装置。なんかの装置が出てきて、色は変わる。なんだこれ。どこに反応があるんだ。黒い玉が置いたっけ。黒い玉が置いてあったはず。玉に対する影響とかではない。なんかパネルを敷くわけではない。この模様に見覚えも別にないんだよな。黄色？全部玉入れてみる？わかんないけど。そんなものではないと思うんだよな。ゲージを決めて、俺てっきりここに電気がもう行くんかなと思ったんだけど、やり残しなし。外側の世界に変化がある。いやいや、水が流れてんだけど、なんで？あれ？水流れてたっけ？ああ、そこ解いたから。ん？ここも解いたことになってるの？え？わからない。ゲームに先を越されている。水通ってることにはならんのやな。そうだよね。あとそっから入ればいいんだろうね。いやー、何何これ。最後のまだ今じゃないのか。まだ今じゃないのか。これはそんなことある。ここまで来といて、この型に合う、1、2、3、4、5、6、7、だからこの型に合うようなものを持ってきて、ここに入れんのかな。すると何ができんの。わからん言葉だらけでびっくりするな。この辺にあったパネルどこ行ったんだっけ。あ、これ違う。え、あれ、この辺に置いてあったパネルどこ行った。後で使うべって言ったやつ、これか。これ使って解けるかな。うん、なんだ、なんか、え、こんなもやっとする終わり方ある。何を作ってたんだっけ。
長の2に対して線がちょろっと出てるやつが欲しい。だからなんか線が縦にちょろっと出てるようなパーツが作りたい。このパーツに対してここ以外の要素を全部削れれば嬉しいな。なんだけどなかなか難しい形をしてるよね。呼ばれて飛び出そうな。なんか難しく考えすぎている気がしました。またもこんなに難しい問題になる？このパーツとプラマイうまくバシッとはまるようなパーツ、想像と違った。
これもいいのかな。いや、違うな。ここの二つの分離が目的だもんな。そう、だからこれはお互いに互い違いになってるから良さそうだなと思って引っ張ってきたんだけど。むずいね。むずいな。今あるもので解けるのかどうかが知りたいな。頭の中では解けないっていう結論が出ちゃったから。今ここにあるパーツで作れますか？これに1本ずつちょびちょびって足したいだけなんだけど、これは上と下がまた互い違いになってるから、これで一旦反転させれば互い違いになっている要素は吐き消すことができますよね。このパーツを作って、これいらなくなって、いや、いる。いるか？ん？いるんか、これ。よくわかんなくなったな。このパーツとそのパーツが組み合わされば、こういう、こういう風になって、ここは分離できました。なんだけど、今この形自体がちょっとまだまだだいぶ使いづらい形なので、この形をさらに使いやすくできるためのパーツが必要で、この辺を削る必要がある。これとこれが一緒だとこうなって戻っちゃうから、違うんだよな。これさっき作ったやつと逆の操作をしてるだけだ。この形に対して縦向きにその部分を切ってくれるパーツは一発では無理だとすると、黄色い部屋から、あれ？全く同じものできない？同じものを作った？何をしてるんだ？何をしてるんじゃ？これを入れてこれを抜いたな、今。何をしてるんじゃ？っていうか、もともとのパーツで別に良かったんじゃ。元のパーツが良くて、ここを削るものがあれば、あとは楽そう。この辺を削るもの、この辺を削るものを黄色の部屋から探ってくると、
中毒。あれ？行った。なんでや。光ってないものだけ一個入れればよかったのか。赤い玉作っちゃった。使いどころ思い当たらないなこれ。あ、このパーツもらえたんだっけ。青い人は青い箱でさっきの部屋で見ています。え？黄色いエネルギーで黄色いマスク。このパーツはあったっけ？十字で？真ん中が十字で？これの逆？いや、これでいけるんじゃないか。どっかのステージのヒントだな。ここは見えない。ここに何かある？分からん。これは上に乗らないとできない。上に乗れるルートがどっかにある。そしてこの滝。あれ、俺、あれ、黄色のやつどこに置いたっけ。あった。黄色い子今使うもんじゃないのかな。黄色以外にもできるっていうか、今黄色くないもんね。ちょっと置いとけ。まだ利用用途がわからん。っていうか他のやつも色変えられるのかな。これもしかして黄色いけど、変わんない。これだけ。変わんなくなっちゃった。さっき反応したのなんで。光っていない石に対してのみなのかな。一旦光らしちゃったものははまらない。赤いもんねこれ。どうしよう。このゲーム積むことはないだろうけど、置いとけ。滝の裏ももう一回見てみましょうか。数、ここ登れる？乗れなそう。なんで先乗れたんだろう。なんで先乗れた。
数々模様があって、例の形があるけど、あの木が邪魔してるってことか？あ、行くやんけ。やっぱ行くやんけ。何なの？あ。おるよ、おるおる。形を作らんといかんね。2段。どうしよっかな。パネルが必要っぽくは見えなかったんだけど、どう？赤いパネルって僕どこに置きましたっけ？あそこにパネルをはめるような感じなんだけど、このパネルでもないしやな。ここ結局意味わかってない。お椀開けてないところあったっけ？気づいてて開けてないところ。あの上から見るところぐらいかな。上から見るところは登る場所が見つかったらいけそうなんだよね。だから探索だと思うんですね。あそこに行けるルートだから、ここをぐーっと回っていく。だからあの辺から、あの辺を登ってればいいような感じはする。まあいいや。これを持って滝行ってみて、あそこにはめてみて、まあこれはめるのとはちょっと違う気がするけど。あとはこれね。うん、今作れるのかな。何気にはめたけど、これ合ってんの？光が出てないからこれじゃないと思うよ。合ってたら、なんか伸びるっしょ。これの使いどころわかんないなぁ。この子、なんかめっちゃ重要そうに現れた割には、その後の活躍がないんだよな。だってハマろうと思えばどこにでもハマってしまうし。ちょっとさっきのとこ違うの入れてみるよ。何を入れろっていうヒントが、この床？うん、多分なし。床の色にヒントがありそう。ありそうって考えることが可能。真ん中あたりで上に登れそうな場所探し。これはいけない。
この岩を積めば、なんか階段というか、そういうの作れそうだけど、黄色いところからたくさん持ってきて。岩に当たり判定あるんだろうか。これ真上からうまくやればいける?足りない。少しでも横を向いちゃうと斜めになるのでうまくいかない。高いところになる、高いところになる。あのマークが気になるわね。あれ監視者のマークだもんね。あ、違う、水が出るところだ。溶けば水が出る。そう、そう、そういうことね。しゃべりくれるね。何これ。まだ解けない可能性も否定できないけど。気になるぜ。気になるぜ。これ、乗りの判定はあるね。あるな。普通にそれで行ってもいい気はしてきちゃった。どうしよう。可能じゃないよな。めちゃめちゃ地味な作業です。たくさん積めないんだったら諦めよう。いつか崩れるのかな。横に置いちゃった。なんで縦に持って欲しかった。縦縦。なんで?もっと持ってくる?なるほど。ここは横になりたがるね。ああ、これ正解じゃないね。正攻法がこれだったらやばい。これはそこのど真ん中でやればいいのかも。まあいっか。違うところを探す方が、おお、すごい遠く行っちゃった。違うところを探す方が動きとしては正しい。なんだこれ、すごいことやってんな。空中にこうやって浮いてる足場が作れるという日もある。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。やらないといけない課題が3つかな。滝の剣。滝のブロックの剣。普通に赤いブロックが解けない剣。黄色の部屋の最後のエネルギーを何に使うのかわからない剣の3個かな。あとは、まあ道中道中いろいろと取り逃してるアイコンがあるんだけど、これは深く追わないことにして、というところで、今回はじゃあここまでにします。